はい勝ですえ今回なんですけどあのですねダウンタウンがね話題になってますねでこの件何で僕が取り上げようかと思った,ったかっていうと2点ありますまずですね今あのダウンタウン関係で,ですねあの浜田の方も荒れてきてですねあの某制作会社が炎上してるんですよねでね僕ね何かねこれ聞き覚えがあるなと思ってなんか見たらですね どうもどうも,もしかしたらこれねあれかなっていうなんか僕昔アザブ十番の,あの映像制作会社にあの面接に行ってる確か2時ぐらいまで行った気がして昔この YouTube チャンネルで話してたあのアザブ十番でその他の就活生の女の子に傘一緒にあやいがさしていったけど駅で逃げられてなんかその子は東京メトロの改札入ったから仕方なく あの東映じゃなくて東京メトロの改札入ったのにあのそのままトイレ入られて逃げられたっていう話をしたことがあると思うんですよこのチャンネルでとかツイッターで,でその時の麻布十番の制作会社ってもしかしてあそこなんじゃないかなってちょっと、ね、見覚えがあるなって思ってあの昔のメールとかあと見たんですけどどうも昔のマイナビとか陸ナビの記憶が全く僕のメールボックスに残ってなくてもしかしてこれ大学の。 時のメアドでやってたと思うんですよ、就活とか。で、マイナビももう見れないじゃないですか、リクナビも。だからちょっとわかんないんですけど、だけどどうも見覚えのある建物と、あれと名前だなっていうことはちょっと思ったし、あの、店の内、あの、オフィスの内装はね。うん。なんですけど、まあでもちょっとその証拠がないんでね。うん。いや、あれだと思うんですけど、ただ麻布十番で僕が映像制作会社に、映像制作会社に面接に行ったことは、あの、あるんですよね。 あの会社かななとととはちょっと微妙なとこほんと、ね、証拠を探そうと思って必死にあのー、見たんですけどあのちょっとあのね廃棄し,しちゃってなくなっちゃってますからちょっとあのわかんないんですけどまあでもそれでも僕は昔その映像業界で就活しててあの一応その実際そのねあの僕が実際麻布の方の会社とか青山の方の会社は あの就活あの面接プッチしたりとかあと普通に落とされたりして行かなかったのであの渋谷の方の会社で働いてたんですよ。だ全くだから関係ないんですけどだけどちょっと面接すごい数の会社に行ったんでねあんま覚えてないんですけど前並みとか見れたら、まあ、見てたんですけどもうないじゃないですか、うん。だから分かんないんですけどもしかしたら会社かもしれないなっていう結構見覚えのあるねあそのオフィスの方なんですね。うん なんですけどまあその実際ねちょっと AD だったんですよあ。ADHD の話は今日はしないですからね、うん。ADHD の話はちょっと封印してですね。あの昔 AD だったんですよ。うん。なんでそのテレビ業界が炎上してる件についてはまあ,まあ語ってもいいかなと思うんですけどでも実際僕がその映像業界で働いてたのってあのほぼねないに等しいんですよね。あのー 4月に入社して9月に辞めたんですけど、その当時コロナウイルスで、あの、2ヶ月ぐらい家で待機してて、そっから仕事が始まったんですけど、ほとんど何もしてないですから、書き起こしと、あとあれですからね、書き起こしとお使いと、あとスタジオ1回は行ったんですけど、ほぼ何もしてないですね。あの、僕、タブレットで漫画、あの、オアシス、あの、n d l e のオアシスで、あの、当時給料で買ったんですけど、 Kindle のオアシスが、まあ、今、あるかなえっと。えっと、これで、これで漫画読んでましたね。うん、これ、これ、あスタジオで漫画読んでました。う、は、ん、あ、カムイデン読んでました。白戸三平の。ちょっと今、ぶつけちゃったんだけどね。うん、壊れたかもね。<laughs> でそれでですね、あの、 で、この件ね、あのね、僕はね、見たことないんですよね、あんまり。その、あんまりその芸人が芸人をいじめてるみたいのは。そもそも、出演者に芸人がいたことがないんですよね。で、実際出演してる人はすごい優しくて、だからドアをなんか施錠しちゃってる、その会議室みたいなのがあって、そこの、まあ、とあるね、あの、モータースポーツ関係の方なんですけど、 あのー、そ、入れなくてですね。で、僕が鍵を開けるかどうかをその、独断で判断しなきゃいけなくなったんですね。だけどなんかすごい優しく接してくださったし、ですし、ななな僕はそもそも全然現場を経験しないので分かんないんですけど、どっちかと言ったら、あのですね、あの、上司の方が、あれですかね、存在しないものを探せって言ってきたりとか、あとね、あのー、あれかな、えー、っと、実際あったのが、なんか、あの子供、子持ちのね、あのー、 小持ちの、あの、AD とかじゃなくて、その、オフィスの方ですね。デスクとかオフィスの方の方 <laughs> なんかす,すんげえ声で怒鳴って、で、他の,あの偉い人に注意されるってうところを見ましたけど、だけど僕はというと、あの、職場のトイレをまず破壊しましたね。この動画でよく話してるんですけど、あの、昔からお腹が弱くて、その時すでに結構お腹きてたので、 あのなんか職場来てすぐゲリ弁したりとかあと実際髪流しすぎて壊しちゃいましたねトイレ。なんか僕の1個後ろに入ったらすごい太ってるあの,あの倫理法人会にハマ、ま、ってるあの太ってる方がねの線になりましたけどね、うん。あと職場に適当な時間に出勤してきたりとかね実際フレックスみたいなもんだったんですけどなんか明らかにいなきゃいけない時間に見なかったし。うんで家にその 本当は PC を持ち帰んなきゃいけないんですけど、めんどくさくて持ち帰ってなかったりとか、あと、あれですね。まあ、まあ、でもそれでもなんか、家でそのデータをダウンロードする代行をやってて、あの、アスペラとかでそ、だのかのその、あの、IBM とかの、その、あの、大容量データをダウンロードするやつ、ダウンロードしてたんで、なんか、まあ、多めに見てもらえてたんですけど、まあ、でもね、だるくなってやめなんですよ、正直言って。で、職場のその先輩の指導してる人にも毎日メールを送んなきゃいけなかったんですけど、その後途中から途絶えてたし、あの、 ありがとうございましってすんげえ浮世絵で言ったらね、そんなお世話してないかなと言われて、短すぎて。いや、そんな人間あんま語るの良くないかなと思うんですけど、実際僕、お笑い芸人もやったことあるし、やったことあるっていうのはちょっと怪しいですけど、一応オーディション行ったりとかしてたんですよ。で、実際ネタもね、動画3、4本は撮りましたしね。うん。あのー、なんだっけ、YouTube で公開してないですね、あのー、神とかの、フランス文学の神とかのネタでやったんですけど、あの、オーディションは。 で、まあ、芸人経験あるっていうか微妙ですけどね。<laughs> まあ実際の目的は、僕、東京出身なんで、あのー、中目黒とかそのにあるですけど <laughs> そ、その、お笑いのその、ね、アンジルマンも入って、指導される場所ってどんなとこなんだろうって言って、無料で見てこようかなと思ってし、ネタに関しても公表してもらえるということで、ね、無料で。だから行って、ちょっと、見て、見せてもらっていいですかって言って、めっちゃ見回ってたんですよね。うん。あと、テレビ局でうんこしたときは、なんか、 俺、うんこしたぜって思ったし、だから実際だからテレビ局でうんこしたことがあって、で、AD やったことがあって、芸人やったことがあって、で、芸人のその学校にも、中うろついたことがあるんですよね。うん。<laughs> あと、ネタ見せもしたことがあると。だからそういう人間だから、まあ、何もやったことない人よりは、あの、なんかわかるかもしれないですけど、正直わかんないっすね。うん。実際だから、その、 どこまででが芸ののしなのかっていう話で、まあ、確かにその、まあのまま、今,今コンプライアンスってすごいうるさいですけど僕が荒さなんですけど僕が子供の時ってもっとねやばかった気がするんですよ。でそのテレビ業界自体がちょっと特殊な気がするんであれなんですけどでも 最近はやっぱそのコンプラが求められるってことでそれやっぱその番組とかに出演してる人がなんかやばいことをしてると何年前であろうと掘り返されてそのスポンサーが離れたりするということで,でそのだから時代が変わりつつあるなっていう気がしてで今まではその僕は思うに今までは地下がインターネット動画でユーストリームとかあったじゃないですかでニコニコ動画とかでアンダーグラウンドがそのネット放送ででテレビの方はそのあれかあの 混沌としてる中で大規模な予算とかを使って大人が作ってるっていう感じだったと思うんですけど多分これからもっとその差が激しくなってくるなと思いました今回の件でだからどういう感じになるかっていうとだからテレビっていうのはなんあの <laughs> やばいことしてない人に完全に独占されてで一部のねそのケーブルテレビのあでもケーブルテレビも結構今あれなんですよね昔はあのー モンド TV とかでで普通にエロい番組やってたんですよね、うん、だからその90年代とか2000年代の,あの深夜番組みたいな番組あったんですけどでもそれもなくなってきてますしそもそもあの曲が少なくなったりしてますよねトゥーンディズニーとかなくなったりしてるし CS も。でそのだテレビっていうのは今後だからそういうコンプライアンスにうるさい感じになって。 でそのもっとその弾球分離みたいなのが激しくなってきてて地下に行く人はみんなネットに行けっていう感じになるんじゃないと思うんですけどだけどその今までのテレビの業界人の人たちで全く悪いことをしてない人ってほとんどいないと思うんですよねでそれはう見たわけじゃないですよ、うん、見たわけじゃないけどあのそもそもあの普通の公務員とかっていろいろやってるじゃないですか、うん、先生とかもだからだから,そだからよ,よっぽんもっとやんちゃなその広告とかテレビの方よりもっとやばいのに当たり前じゃないですかうん だから、なんか、ま、いろいろ放火されつつ、まあ、だからそういう流れになっていくと思うんですけど、でもどうするんだろうと思いますよ。で結局その <laughs>、何にも悪いことしてない、そのサラリーマン的な人間が、その、面白いかって言ったら微妙なところもあるんですよね。うん、だと思うんですよ。<laughs> あと芸の肥やしとかふふ、あの、あと石田純一の不倫は文化とかね、うん。古いこともありますよね。うん、だけどその、大学の学者とかも異常な人多いじゃないですか。うん。 先生とかもねうん公務員とかあと会社員だって、ね、いろいろやってるじゃないですかだから結局だからある程度落ち着くと思うんですけどあのやっぱり今後もその段級分にまあ序盤戦快速と序盤戦みたいなそういう感じでこうなってくんじゃないかなと思うんですよだけど僕がその勤めてた時は正直短すぎて何も経験してないですけどただその,あの社員同士で怒鳴ってるのうな人もましたねうん <laughs> うん、まあそれはありましたけど、でも僕が勤めてたのは、なんか別に、なんか局の、その、要はその、あれじゃないですか、その映像制作会社って言っても、いろいろあって、今炎上してる、あの会、麻布十番の会社は、その、自社制作番組とかが多分あるタイプの、あの、独立系ですよね。だけど、明らかにその、仲いいわけじゃないですか、そのダウンタウンと。そういう、その、独立系でも上位層のそういう会社と、あとあれ、あれですよね、あの、テレビ朝日映像とかね。 テアクソーンとかあとまあテレ東系だと日経映像とかもう昔三上洋、まあ、同じ大学出身なんですけどあの、ね、あの IT コンサルタント三上洋ね昔日経映像いた気がしますけど日経映像とかあとあれですか、ね、制作会社も何個か確かあった気がしますテレ東系の、うん、とかまあそういうあとまああれっすよね テレビ局のその系列のやつと、あと独立系と、あとテレビ局本体とか分かれてて全然給料とかが違うじゃないですか。僕がいたのはもう完全に独立系っていうか、もう下請けですよね。もうん、わかりやすく言えば。下請けでも派遣だけやってるとこと、派遣だけやってて、派遣もやってて、独立、ああ、独自もあ,あるみたいなと、あと、そもそも独自のやつって言っても別に一社だけで作ってるわけじゃないこともあるんですよね。うん。 なんかまあ、いろんな会社がありますし、なんか他の業種やってたりとか、あとリサーチ専門の会社とかもありますよね。うん、そういう中で、だから、今後ちょっと変わってくるんじゃないかなと思うんですけど、だけどなんか、あの最近のテレビって、あの僕なんか、子供の時楽しく見てたんですけど、テレビ。CS も地上波も。あのうちあの、大アやってるのであの、CS は昔から弾いてたんですよね。一軒弾けば全部弾けるので。うん、なんですけど、<laughs> 最近のテレビってコンプラとかにうるさすぎてあの正直なんか別になんか異常な人間が異常なことしてるの面白い時もありますからねと思いますけどでも別にスタッフがスタッフにスタッフとスタッフがとかさあとなんかバックの人たちがなんかカメラ回ってないとこでいろいろやってるって意味ないと思いますよね。うん、<laughs> それでその若手の,その面白い芸人さんとかがショーレースとかであの入賞できなかったりとか忖度されたりというやり気なくしたってのも困りますよね。 うんだから僕はなんか明るく狂った人が多くなればいいと思いますよ。わかりやすく言えば、なんだろう、日清7がニュース番組に出れるぐらいの治安ですよね。うん、だけど日清7ってのは、その創価大学出身だから、あのまあ例えば話ですよ、これは。だか,らあのだから新たな宗教組織に上書きされることも少ないし、あの、あれじゃないですか、あの、教面持ってて、その、頭もいいわけで、で、その、あの、 下品なネタっていうけど別に人を攻撃してるわけじゃなくてなんかあの別になんか傷つける笑いではないですよね、うん、だああいう人たちはなんか出れてでなんかねカメラ回ってないとこでなんか殴ったりとかね <laughs> あと僕が見たことあるその子持ちのねあの勤務,務,務,務長いおばさんとかにすげえど力で怒鳴りつけるみたいな別にだってあの人たちが、ね、テキパキ動いたところでさ別にテレビ番組あんま関係ないっていうかジムですよねほぼうん <laughs> オフィス要員でそんなにのだってどうするんだろうと思ったんですけどあの僕自身も、ね、なんか僕が取られたのはそのさっきのねそのあれかな存在してないものを探してこい以外にもねなんか大体自業自得なのが多いです会社に出勤してこないやることやらないメールを送らない電話き何回注意されてもあの出ない <laughs> 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 まず気づかないんですからね、うん、だからあとなんか段取りが悪いとかねあと。 これ怒られなかったけど、なんで怒られなかったからさんですけど、あの、なんか、コンビニで、あの、夜のスタジオの飯買うじゃないですか。で、それ僕ね、センスがなさすぎて、何も指示されてないからって言って、なんかお菓子ばっか買って、おにぎりとか一個も買わずになんか、あの、健康に良さそうななんか、あれだよな、ね、なんか、総合、なんかカロリーメイトみたいなやつの、その別のなクッキーみたいなやつとか、あとなんかお菓子とかばっかり買ってですね、あの、結構ね、あの、現場不穏な雰囲気になったんですよ <laughs>。 で、俺はタブレット漫画読んでるし <laughs>。で、その後トイレ行って NHK で、ああ、相手言っちゃった。あ <laughs> うんこしたぞって言って喜んでたんだけど、でも、あの、そんな人間は怒られて当たり前やけど、でも、だから別にそんな怒られてもなんか、か存在してないものを,を探してこいみたいに言われた時は、なんか、大丈夫みたいな周りにフォローあったんですけど、でも、それ以外になんか僕がそのメールを返さなかったり、出なかったりとかね、電話してたので、とにかくちょっと電話よくなるんでね。うん。 ま、そんなだから人間だったのであとなんかあの破棄しちゃいけない映像の DVD を勝手に分解して破棄してましたねうんだからあのあとトイレ破壊した話はさっき来ましたよねだからそんなだから理不尽に怒られたことはないかなっていうことなんですけどでもそれってまだ駆け出しだったからですよねあの結構僕が辞めるなんで a d をすぐ辞めようかと思ったっていうと内部のね文書がね結構きつかったんですよあのディレクター上がったばっかぐらいのね人がねかなり厳しいこと書いてて で僕はなんか、あの別にバイトでもいいから、なんかいろいろと暮らしたかったんですけど、なんか基本的に正社員雇用であの AD になると、あのめっちゃ頑張ってディレクターになるぞっていう人しかいないんですよね。うん。<laughs> だからちょっとそれミスマッチしてるなと思って、あの、うん、別になんか家から遠いしなんかやめるかってって <laughs> でな。なんでこんな別になり、あれな,なんか苦労しなきゃいけないんだろうと思ったんで、あのやめたんですけど、でも図書館よりは給料いいんですよね。うん。<laughs> まあ図書館が最悪すぎるんですけど。 だそんなにだから、だから、この動画見てるなんか映像業界就活の人とかもそんな、あれかなっていう、あれだし、あと日芸とか、あと早稲田とかさ、慶応とか、あと街とか出てる人はもっとなんかその、あの、僕も受けたんですけど、あの、大体もう全て落ちてしまったんですけどね。あの、曲のその直接の子会社とかですよね。うん。そういうもっとその待遇のいい会社とか、テレビ局本体の制作部とかね。 そういうとこに行ける可能性がある学歴の方は、もうそっちに狙っていった方がいいと思うんですけど、うちの会社でもなぜか日芸の人いましたからね。うん。あの人たち人数が多いから、たまにいるんですけど、一緒のとこに、なぜか。あの、エフラン大学の,の,の、あの、テレビ制作関係ない学部出身の僕にいるだってで、いたんですけどね。うん。僕がね、最初にそのいた会社では、僕がその新卒で一番学歴が下だったんですよね。うん。で、あれだったんですけどね、あの、そう。 今思えばね、内定何十社も受けて、映像会社とスーパーとかいろいろ受けてたんですけど、もう一個内定でつって、あの、新宿の方のドキュメンタリー制作会社で昔の農業映像とか作ってたところのね、あの、契約社員も出てたんですけど、そっち行っても行ったらまたあれね、あの、その一人でそのドキュメンタリーっ,たりって作らなきゃいけないから、その <laughs>、根気が必要ですよね。うん。だからもうなんか、あの、僕は一番向いてる職業は無職だということであの、やっと気づいたので、 どの職業もあれなんですけど、だけど、その、え、あの業界いた感じだと、そんなでも今はあれかなっていう感じで、だって殴、あれなのかな、でも若い子はすぐ返したりしたいけど、やっぱ僕が見てて思ったけど、なんか、年いってるスタッフに対しての年いってるスタッフは当たり強いね、うん、と思いましたね。うん <laughs>。で、僕でもほんと変わってたから、やめて正解だったと思いますね。あんまり変わりすぎてても良くないですからね、動けないとまずいんで。 うん、例えばですけど、まだあるんですけど、話が。えっとね、<laughs> 何もできないままだと、なんか、あの、一生コピー、コピー機の前でコピーやってるだけのおじさんにな,るなっちまうぞって言われたんですけど、俺、それの方がいいわと思ったので。<laughs> だけど、絶対口が裂けてもそんなこと言えないですよね。めちゃくちゃ綺麗でくるし。うんだけどね、その、あれですよね、あの、 今回だからもっとその激しい方向に進んでいくのかなっていう。僕の時点で、僕が就職した2020年の時点でかなりコンプライアンスはうるさくなってて、で、正社員雇用も結構多くて、いきなり。うん、で僕的には別に既約社員から入って、その、会ってそうだったら正規雇用するとかでもいいと思うんですけど、やっぱとにかくあのみんな少子化だし、その田舎の親御さんの方も気にしますからね。まあそういうのあれなんですけど、デー企業でもその正規雇用とかしてるんですよね、今。 だけどその昔はどうだったか知りませんけど、うん、でもそのなんかその <laughs> ね <laughs> どうなんですかねどうなっちまうのかなわかりませんけどでもなんかね見覚えのあるオフィスだなと思いまして <laughs> 今回この動画を撮りました、ね、だ急に図書館編だったのに <laughs> 急にテレビのまた話始まって困惑したかもいるかもしれないですけど僕はそうですねでもお笑い演劇テレビとかあとケーブルテレビ とかであとそっちがもともとは中心だったんですけど別になんかそっちだけやってるわけじゃなくてなんかそもそも何らか,ななかの芸術家になりたかったんですよ大学時代から。だからいろんなものかじって浅,浅くかじってすぐやめたり繰り返したんですけどこういう話もできますよっていうで ADHD じゃなくてね最近その話は多かったんですけどね急に AD の話をしましたけど、うん、いやでもねあれ 今,今思うことはあのテレビ業界図書館業界の人に相当迷惑かけてその秘書講習とかでめちゃくちゃ怒られたりしたんですよなんかあの参加してる人に。うん、<laughs> なんですけどあのテレビ業界の人もトイレぶっ壊したりとかあとなんか青山辺りまでその地下鉄行ったのに、ね、時間間に合わないから帰るかって言って U ターンして帰ったら鬼電かかってきてめっちゃ無理やり控えさ,れさせられて案の定落とされるっていうとかいりとかあと。 遅刻を荒らした後会社にたどり着けず帰るとかね、うん、あと女の子,女の子にあのその興奮するとか、いろいろそのテレビ業界の人にもちょっと悪いことしたなと思って、あのちょっと図書館業界の人にもいつか謝りたいなと思うんですけど、テレビ業界の人にもちょっと謝りたいですね、はあ。特に僕を採用したっていうのは結構勇気のいることだと思うんですよね。その僕の時の新卒がその5人ぐらいでも取ってたんですよ、その話は。結構100人ぐらいいたんで。うん それであの新宿の方の,その契約社員の,そのドキュメンタリー会社の方は蹴って、あのー、そっちの,あの渋谷の会社の方行ったんですけど、ね、そのテレビあの、トイレ破壊したりね、映像勝手に破棄したりとか、会社に行かなかったりとか、本当にいろいろやりましたけど、うん、なんだっけな、その、とその時の,その新卒で一番俺は学歴低かったって話でしたけど、だから結構もったいないなってことは多かったですね、あとね <laughs>。 あと俺の常識がなさすぎて、テレビ業界とか結構フランクなイメージあるじゃないですか。かあまりも常識がないから僕が、あの、目上の人にはちゃんと話そうみたいなこと言われましたね。うん、あのちょっとフランクすぎないでしょうね。服装もやばかったですからね。うん、その辺歩くような格好で行ってましたから、そのオフィスの中もなんか <laughs>、サンダルでうろうろしててやばかったなと思いましたけど、今思うと。うん、で、あれかな でコロナで消毒とかがメインの作業だったんで、正直そんなに何も経験しないですけど、あとなんかお菓子ばっか買ってね、あ <laughs> 多分おにぎりを買えって意味だったのになんかお,お菓子ばっか買って並べといたのちょっとほんと申し訳ないんですけど、でも今思うとでもね、やっぱあの時期経験して、まあ、トイレ、ね、破壊したりしたけど、経験したら悪くなかったなっていう、一回やってみたかったんですよね。でも別になんか東京出身で東京在住で23区まで23区出身だから、だからあのー、 あれかなだから軽くやって、だから別に経験してまた辞めるにしても別に家から、実家から通ってたんでね。うん。そんなにあれ、後悔はしてないですけど、だけど、あれから今後もっとそのコンプラにうるさくなったら、その、いつかカツメシ TV が、あの、売れたとしてもなんかテレビ出れないんじゃないかなってちょっと思いましたね。はい。その時のちなみに学歴のあれだ、確かね、テレビ系の専門が一人とね、 あと全く関係ないフランダーク俺で、あとね、あの、駒沢、津田塾、あと日芸ですかね。うん、<laughs> 日芸の子はでもかなりホープだったとね、期待されてましたね、かなり。もう最初から知識もあるしね。うん、結構その、曲本体の系列の会社とかだと、もう総計じゃないと無理とか、あの、面接にマスラゴロゴロいたりとかね、うん、するんですけど、日芸とかしかいないみたいな。うん、でも結構でもなんか、2時ぐらいまでは行けたりとかね、あと、さ俺、うっ 作文で嘘ついて4、4時とか3時ぐらいまで行ったことあるんですよ、そういう会社の。うん。だけど、最後結局ダメで。なんか最終的になんか嘘の作文でなんか、結構、な、何回かさ、あとグループディスカッションでなんか、なんかなぜか、なんか、イケメンにい、みんな全員イケメンに点入れたのになんかイケメンが、隣に俺がいたから多分俺に入れたみたいな。 <laughs> で、それでなんか、3、4時ぐらいまで行った時も、最終的に面接で日芸とマーチ以上しかいない空間にぶち込まれて、あの、全然ダメだったんですけど、だからなんかね、でも、あの、でも業界のその、学歴高い人多いけど、なんか、そんなもったいないなっていうか、どっちかって判決とかに回った方がいいんじゃないかなと思いましたけど、でもなんか、あれかな、その、大学出てたから、その、大学って言って後悔してないよって話したんですけど、前。うん、なんでもいいから、その、大学出てると、そういう職業もちょっと経験しやすいのかなと思って、うん。 いやちょっとそのテレビ業画で遊,遊んでたよみたいな5ヶ月ぐらいね。うん、<laughs> で最初でだるくなってやりましたけど、うん。まあでも図書館より給料いいしね、なんか楽しい、面白いこと感じる人は続く職業だと思いました。うん、う実家から、ね、実家から仕事もせずだらだら通ってるやつなんて俺しかいなかったと思うけどね、多分。うん みんな、あれですかね、あの、関東出身でも、その、テレビ局から遠かったら、あの、みんな家借りるので、赤字だったりみたいな話は聞きましたね。私が、奨学金も払ってるみたいな。うん。だけど、図書館よりは給料いいし、だから、なんか今大学生とかの人も、なんかちょっと目指すとかだったら、なんかね、うん、いいんじゃないかなっていう。映像制作って今後 YouTube とかですごいね、役立ち、役立つし、なんか最近ショートとか、いろんな動画がありますからね。Instagram の、あれあ、リールとかね。うん。 まあちょっと映像業界の話でしたけど、まあ、最終的にあんまちょっとダウンタウンと関係ないんですけど、ちょっと最初のあの話だけしたかったんですよ。あの <laughs>、あのアザブ10番の会社、俺が相合いがさした女の子と一緒に行って帰ってきたのになんか、最終的にその駅でそのさっき言ったようにトイレに逃げられたっていう話のところの、あの会社じゃねえかって思ったんですけどね。まあでもちょっとその、あの、クナビのとかマイナビのね、履歴ちょっと残ってないということで、ちょっとね、確信、確信、確証はないんですけど。うん もしかしたら2時まで行った会社じゃないかなということですけど、はい。まあ、というわけでね、以上となりますけど。あでも、やっぱ映像好きっすね。でも、映像好きで、その、我々も好きなんですけど、映画はあんま見ないんですよね、僕、うん。あの、AV だって見ますけどね。うん。なんでかっていうと、長いの無理なんですよ。うん。というわけでね、ちょっと僕の話はちょっと長くなりすぎたんで終わりますけど、じゃあ、皆さん、さよなら。